ナイザちゃんだー。こんにちは。占ってもらっていいんですかね、うん、はい。運命の相手とはもう出会っているのか出会っていないのか、じゃあマジいないでよ。今は、うん、いないですね。今まで通りでいいんだ。続いては、はい、ゴージャス。私め、うん、はい。じゃあ私めちょっとついてないっていう、まあでも一番考えると、まあついてなくても仕事があればいいかなと思いました。仕事運をまた仕事運を仕事運かしこまりました。総合仕事健康も気になってきた、うん、あと子供の将来、あと嫁とのな多くないか、いっぱいありますね。総合なんだね、うん、総合ですね、うん。4月ぐらいまででしたよね、はい、しっかりとやらせていただいたんですけれども、ね、うん、まあなんかあの後からやっぱりそのお子様生まれて、うん、多分なんですけれども、うん、その赤ちゃんに全部運気吸われてる可能性もあるんですよ。でもね、それでもいいと思う。すごくいいことだと思います、うん、じゃあ占ってもらわなくていいかな、もうね、うん、確かに。いや、それはちょっと盛り上がりがなった。何のために呼んだんだろう。占ってほしいですもんね。そのままでいい。やんない。やった方がいいね。ちょっとじゃあ仕事運かな、やっぱな、はい、仕事運、仕事はやっぱりね、はい、じゃあ占っていただきましょう、ね、いや、最後に良かったね、とりあえずね。とりあえずそう、分かって良かった、うん、本当に視野が広がる、なんか…シワ？あ、視野ね、シワが広がったら辛いよ。でもやっぱりこれから出会う男性はやっぱり、うん、年下でなんか、あれだとちょっと見ちゃう、まず年下の人を好きになったことはないけど、うん、だけど、そう、好きになる可能性が増えましたね、これ、でも、よく考えていくとやっぱ、最後も結構な年だから、若いよまだ。ギタ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 、すごい。食虫植物みたいなやつになってるから、これギタギタで。ヘアクリップね。そう言っちゃダメだよ、そういうの。ね、女性にね。そうだよ。また下がったよ、今ので運が。下がったよ。下がった。いや、ほら。なぎささんにも嫌われたよ。なぎささんに嫌われたちょっと辛い。心が辛い。そっか、まあでもね、うん、いい、まあ当たるも発見、当たらぬも発見、そんなことです、そんなマジで当たるんですよ、実は当たってるんですよ。4月に運勢爆発してるんですからね、いいですよ。だから当たると怖い、当たるから怖いんですよね。当たるからね、信用しないと思いますけどね。はい、はい、じゃあ占わせていただきます。作りらしいんですよ、木って。木を作れるの、こうやって丸く作ってる。木が溜まっていくらしいですよ。気候ね。気候で飛ばせるか。いやー、ちょっとまだ弱いからな。寝て。強くしたら。寝て。集中。もう溜まってる、見える見える見える。今日は熱くのスイカブル。はっ、おおおおおいった、すごい、すげえな、お前。俺で遊ぶんじゃないよ。何遊んでんだよ。すごい、びっくりした。ちゃんとゴージャス君も受け入れる気持ちでちゃんといないとダメですよ、ゴージャス君も。ね、清らかな気持ちで待ってないと。ね、サユリンもね、気を作ってぶつけてる場合じゃないよ、俺に。ごめんね。集中力すごいじゃん。飛んできても、微動だにして。テストの時とかすごかったね、勉強すごい頑張ったんじゃないか。集中力とかすごかったと思いますね。俺すぐ漫画読んでた。早く終わっちゃって、テストが。あ、違う、家でこうやって勉強するんです。あ、なるほど。セイントセイト。あ、私は集中する派だったんですけどね。あ、本当に、うん、
本当かよ。反芻しちゃったよ。ね、なんか、ね、一回飲み込んだんだけど、嘘だろ。反芻しちゃったよ。休憩って言ってすぐゲームしそうだよね。ねゲームしそうだよね。させていただきました。あ、ちょっと並び方がまた違う。違うんですね。うん、あ、でも同じ感じかも。同じ感じ。はい、そうですね、うん、やっぱり今の時期はあんま良くないかも、うん、うわっ、うん、梅雨だし梅雨入りしましたね、梅雨入りしたからね、はい、そうなんだ、そうなんですよ、今のカードはですね、先に説明しますと、はい、こちらの2枚のカードになります、はい、剣のやつ、また同じように出てますね、うん、そしてですね、夏ぐらいのカードがこのカードになります。テストじゃない、これが夏、うん、夏、夏楽しそう、なんか明るい感じですね、うん、楽しそう、でですね、どっちから説明しようかな、うん、じゃあどう、それがどうなっていくかみたいな、うん、まあ、総合はこちらの2枚で、船、はい、船ですね、で、まあ、この今の状況に対してどうすればいいかっていうのがこの2枚になります、うん、なんだろう、正義の味方みたいな、ゴージャス君の星 が、僕の星が、星がたくさん抱えてます ね、満載ですよね、え、笑顔が出た、いいんですよ、いいんですよ、どういうこと、どういうこと、渚スマイルはこれいいんですよ、これ、どういうことだろう、ね、幸せの印ですよね、そういうことか、いいことがあるんだ、どっからいきます、はい、じゃあ今のカードからいきましょうか、はい、はいはい、今のカードなんですけども、うん、まあ、このカードが、うん、星の、はい、まあ、金貨の5番のカードですね、まあ、俗に言う貧乏カードと言われていて、まあ、確かにちょっと今はあんまり運勢的に良くないかもしれないです、うん、貧乏くじ引いてしまったりとか、うん、まあ、そういうことですね、はいはいはい、うん、思い当たる節はありますね、うん、なんだか本当にちょっと良くないなみたいなところが割と多い、うん、あるあるある、うん、っていうのがあります、うん、ですかね、うん、あとは本当にもう正直、うん、まあ、今月のお給料がちょっと低いなって感じたりとか、うん、あとはですね、まあ、それはないですけどね、マジで、いや、まあね、今後ちょっと気をつけた方がいいのは、まあ、この近い、まあ、今月ですかね、うん、お財布関係気をつけた方がいいかなっていうのはあります、落としちゃうか、盗まれるか、盗まれちゃう、落としちゃう、じゃあ、いやいやいや、ね、うん、おー、そっかそっか、はい、かけ事とかは気をつけた方が、ほう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 、という感じで出ています、はい、うん、はい、で、もう一枚のカードが、まあ、先ほど出たカードなんですけども、うん、まあ、セアリーの場合は、まあ、動き出すっていうカードで出ていたんですが、うん、はい、まあ、ちょっとこれ私の解釈なんですけども、うん、そのまま眠ってしまいそうっていうカードになっていて、ほう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 、まあ、そのなんかちょっと悪いなって思ってるモヤモヤな気持ちだったりとか、うん、まあ、今後、まあ、お金関係とかで少しトラブルがあったりとかしたものが、うん、もうなんか本当に悪いからこのまま悪くなっちゃうんじゃないかみたいな不安ばっかりに襲われてしまって、うん、それでなんか周りの悪い気を全部ちょっと引き込んじゃってるような状態が今なんですね、はい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 、そんなポジティブ、まあ、そんなスーパーポジティブじゃないけどな、まあな、うん、悩まないようにした方がいい ね、そうですね、うん、悩まないようにした方がいいです、うん、まあ、この結果次第だよね、これね、あ、確かに、まあ、この後の、うん、この後の、まあ、この今の悪い状態っていうのは、うん、今は悪いんですけど、これが続くわけではないです、うん、まあね、うん、夏のカードが、まあ、こちらのカードって言ったんですけれども、うんうん、はい、これが大体本当に8月ぐらいですかね、7月の、下旬ぐらいから8月ぐらいのとこ出させていただいたんですけども、うんうんうん、夏休み、夏休みね、まあ、そのぐらいになると自然と良くなるので、お、まあ、あんまり問題はないかなといったところですね、梅雨明けとともに、そうです、うん、やっぱりなんかこう見ていくと、まあ、前回そのお子さんが生まれて、お子さんに多分すごいいい気を全部、うん、もうなんか元気玉みたいにあげちゃった状態なんですよ今、うん、あげちゃった状態で、今ちょっと自分の体の中でなんかもうすっからかの状態に運勢がなっちゃってるのが、まあ、それがだんだん戻っていって、まあ、ほんと7月の下旬から8月までにはしっかり戻るので、まあ、それまでは全然問題ないという感じに出ています、
なので逆にですね、ちょっとアドバイスとして、うん、このカードが出ていたんですけども、うん、まあ、剣のカード、これ逆位置になってます、うん、これ船出っていう意味があってですね、うん、こっち正位置にすると、うん、この船漕いでる人が、うん、まあ女の人と子供を乗せて、うん、旅立ちっていう感じになるんですけど、うん、まあ、これは本当になんか、まあ、例えば旅行に行ったりってことだったりとか、うん、今のステージから新しいステージに行くっていう時に出たりとか、うんうんうん、っていう意味、いい意味だ、いいかもあるんですけれども、うん、まあ、これが逆位置になっていて、ただこれ悪い意味じゃないんですよ、うん、はい、ね、今悪い状態になっちゃってるから、うん、この状態をなんとかしたくて、なんかちょっと他のことしてみようかなとか、うん、例えばちょっと仕事を今までとちょっと違う仕事をやってみようかなとか言って、うん、違うところに手を出してしまうと、うん、これはうまくいかなくなる。あれ、これネット配信、あーやばい、なるほど、じゃあでもこれお笑いの延長って考えれば別にいいもんね、うん、これ今までやってたことじゃないですか、これ、そうそうそう、今これは大丈夫、うんうん、大丈夫、うん、大丈夫なんですけど、うん、まあ、例えば本当にもう極端な話でいくと、うん、私なんかちょっと小説家になろうかなとか言って、急になんか本を書き始めてしまったりとか、なんか作詞をしようとか、作詞はいいよ、作詞はいいよ、作詞はいい、 CD デビューとかはダメなんだよ、作詞はだって別に俺お笑いの延長って考えても、裏方的なね、うん、そうそうそう、そうだ、言い方ですけどね、キャラクター、ね、そうそう、キャラクター、新しいキャラクターを作ろうとしてるでしょ、僕 CD 出します、歌歌いますよって言ったらこれはダメだけど、うん、副業とかね、そうそうそう、作詞は別にだって普通に、うん、別にそんな ね、エレガンスね、うん、ね、うん、いいの、大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫ですか、セーフ、セーフ、セーフ、本当にもう全く今までと違う、うん、ところに、うん、足を踏み入れてしまうと、そこから一気にダメになっちゃうので、それだけはやめてください。あれだ、バルーンアートだ、バルーンアート、バルーンアートしようとしたの、バルーンアート、バルーンアート師匠クラスの人になろうと思ってた、ダメだ、それですか、ね、ちょっと見たいですけど見たいけど、ね、はい、今はちょっとやめた方がいいかも、やめましょう、良くなるまでは、うん、今の状態で維持してくださいっていう、じじいになってからやりますね、うん、20年後とかですね、うん、こういうおじいちゃんがやってるんだよ、うんうん、髪の色変わんないですね、白髪の ね、 ね、はい、はい、という感じで、まあ、総合の結果としては、うん、こちらの金貨のカードです、ね、金貨、これ、これですよ、はい、うん、今まであった、まあ、お仕事のカードですね、うん、まあ、お金なので、まあ、お仕事として今までやっていたこと一個一個を手放さないで、ちゃんと自分の中で持っていましょう、で、新しいものをここから出していくことはしちゃいけませんというカードですね、ほうほう、はい、財を投げ出さないで今は維持してくださいと、維持して貯金、貯金ですね、貯金ですね、うんうん、はい、なので、まあ、バルーンアートはちょっとしばらくはやめましょう、やめましょう、はい、そうですね、バルーンアートやめましょう、そっから総崩れになっちゃうんですからね、はい、その隣の金貨の隣は、はい、うん、はい、これはですね、まあ、2枚、うん、人物カードが出ているんですけども、うん、まあ、補足的な意味で、うん、こちらのページのカードは、うん、木の棒を持っています。この木の棒は燃える木の棒なんですけれども、うん、この燃える木の棒が、まあ、逆位置になっていて、うん、まあ、これから何かやっていこうっていう意欲に燃えるっていうものが特にない方がいいみたいなとこなので、本当に新しく、しかもこのページって若い男の子のカードなので、うん、本当になんていうか、考えをあんまり考えないで何かをやろうみたいな感じで軽はずみに行ってしまうと、今度怪我をしてしまうよっていうような、はいはいはい、クールでいろいろってことですか、そうです、クールでいろいろ、ビク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 、はい、という感じでございます、うん、おー、はい、なのでそうですね、今はちょっと悪い時期になっちゃってるんだけども、うん、それは本当にお子様のために、うん、しばらくは自分がいい運をそのお子様のために使っているので、うん、夏まではそれでちょっと頑張って耐えていただいて、うんうん、夏からはまた良くなっていきます、うん、夏、いや、8月まで待ちましょう、3ヶ月ですよ、はい、そんな夏休み、大丈夫大丈夫、セミと一緒ですね、うん、夏まで待ってで、パッと死んでて、すぐ死んじゃう、死んじゃダメだよ死んじゃダメだよ、頑張っていかなきゃいけないよ、ね、頑張りましょうね、え、はい、うわー、ま、結果的に2人、うんうん、
ステイってことですね。あ、そうですね。そうですね。ある意味そうですね。ステイ。あまりなんかこう起伏のある結果じゃなかったですね。いや、いいんですよ。それでいいんですよ。やっぱ安心しましたし。夏まで、夏明けたら何かあるんだろうっていうそういうね、希望が上がりますし。ね。わかります。そうですよね。ね。希望、私も新しくの出会いがある希望。希望。これはいいことですね。いや、これは今日ためになったな、クラゲな、ね、おいおい、ちょっと待ってくれ。おい、どうした。いや、やっぱりさ、ゴージャス動画のことも聞いてみないといけないよ。え、ゴージャス動画、何な、何を聞くの。資金繰り。資金繰りは大丈夫。資金繰りじゃねえよ。何そんなの聞いてどうすんだよ。もう、ゴージャス動画のなんかこれからみたいなことですよ。これからみたいな、うん、まあね、ちょっとやっぱり渚さんに聞きたいな。ゴージャス動画のこれから、未来、もっと細かいこと、例えば、100万人突破するかとか、将来。お、大きく出たね。チャンネル登録数の話。そうそう、チャンネル登録数。ピンポイントできましたね。それよりも、あと何年持つかの方がいいのかな。何年持つか。今年はだよ、今年はね。渚さんがしにくいだろ、占いが。じゃあ、これから未来。ゴージャス動画の未来、明るいのかな。ちょっと広いですけど、いいですか。広いですけど迫ります。もう少し全然大丈夫なんですけど、ただ私ここの場に呼んでいただいてるのに、なんかこの動画の未来を占うのって大丈夫なのかなっていう。こちらね、全然渚さん、ゲームバラエティチャンネルでございます。ちゃんと渚さんが言った通りにしますから。どういうこと。この動画チャンネルはちょっとあと1年半ぐらいでちょっと調子悪くなりますねって言ったら、1年半でやめます。そして渚さんの株を上げますから大丈夫です。ちゃんと、ちゃんとやります。その時にはうちもきっぱりやめて、きっぱりやめて、きっぱりやめて、渚さんの占い、渚さんのね、嫌ですよ私。その後また私の芸能活動すごいやりづらいじゃないですか。なんか寝るのもちゃって。いや、どうなる。でも、渚さん、あんまりそんな気にせずに、そうですか、軽い気持ちで、気持ちで占っていただければ。そう、軽い気持ちで全然、僕も軽い気持ちでこのチャンネルやってますから。こら、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 軽い気持ちで、こら、そうだったんだ。ね、最悪潰れてもサヨリン動画としてもう一回立ち上げるでしょ。いやいやいや、ゴージャス動画をやるの。アシスタントのゴージャスですってね。あ、なくなっちゃって。お願いします。はい、わかりました。じゃあ、お願いします。いや、ゴージャスね、占ってもらったけど。まさかのね、ゴージャス動画の未来。ね。あと、どうだったゴージャスを占ってもらってね。そうですね、僕の場合もやっぱちょっとね、その8月ぐらいまで待てば、なんかね、また新たに運が開けるんじゃないかっていう希望が持てましたんでね。それまでは金銭的なところに注意をする。そう、金銭はもう本当にして、もうガチャとかあんま回す方がいいんじゃないですか。あれはだってもうゴージャス君無課金ですから。私無課金、全部無課金です。あ、そうか、関係ないんですよ。関係ない。そうだったら、じゃあやっぱり財布、お財布とか、お財布かな、やっぱね。新しいお仕事に落ちないこと、服用しない。あと宝くじが当たったら使わないことかな。宝くじを買わないことじゃないですか、それは。買わないことには当たらないから。ビートたけしさんが言ってたんだよね。この期間に買っても当たらないでしょ。芸能界中の宝くじと同じだからな、兄ちゃん。つってね、つって買わなきゃ当たらない。似てる。似てねえでいいんだよ、そこね。だからそこら辺もね、当たってもね、使い道だけ考えて。そうだな。そうですね。そうだな、使い道だけ考えてな。あとはまあ来年とか使えばいいし。うん。7億円っていう大金はどう使えるの、難しいな。すごい夢描いてる。当たってからだからね、考えるのって基本。もういや、もうこう当たってるって考えないとやっぱね。そっちの夢を大きくして楽しむんだ。そうですね。でもそれでね、お金もあんま使っちゃダメだからね、今。そうそうそう。ね、ああ、そっか。僕ね、7億円当たったらゴージャス動画1回ロサンゼルスでやりたいなと思って。ああ、でもそこまで7億当たらなくてもいけるんじゃないですかね。誰だ、そっかね。スポンサーを集める。いや、だってゴージャス君が当たったから出すんでしょ、7億。そうだよ。みんなのために出してくれるんですか。世界一周できるよ。そう、世界一周できる。みんなで。え、全部使う気？当たり前じゃない。家買うんだ、うちは。家と土地を買うんだ。どのくらいの家をご購入される予定で。7億円。奥じゃない、奥。7億円の家買おうかな。地球上に
地球上、そうだよ目黒あたりに7億円ちょうど7億だから働かなきゃダメ、うんうん、維持費がありますよね。7億の家を7億当たった分だけあるから、うん、もう光熱費とかも必死に働かない。電気代だけですごそうですもんね。今まで以上に大変なんですよ。バカ野郎夢語ってたのに辛くなっちゃった。本当にゴージャスね、うん、あの本当お菓子がついてたぐらいついてないから、うんね、冒頭で、ね、そうだよ、ね、それをあの先に言いなさいよ、ね、先に言えばよかったんですけど、ね、しめしめ私言ってやろうと思ってたでしょ、うんうん、し本番始まる時に唇にお菓子ついてる人いる、ね、すごいびっくりしました。本当に、うん、でも言わなきゃこれ分かんないよ多分。分かんなかったかな。言わなきゃ分かんなかった。あ、そうか、言わなきゃ分かった、うん、でも気になるでしょ、隣座ってて MC がさ、うん、お菓子唇についたまま喋られたらさ、うん、じゃあ5秒前の時に言えばいいけど、5秒前やってる時に、うん、言う、あ、そうか、そうだったんだな、そうだったんだな、うん、山下清志のおにぎりが食べたいんだな、おにぎりが食べたいんだな、知ってるのね。知らない、知らないの。そんな、はい、そんな、ヨタ話の間、はい、はい、はい、出していただきました。おー、はい、また、はい、配置がね、そうなんです、1ヶ月ごとに出してみようかなと思ったので、今月から、今年中のコージャス動画の運勢と、うん、これはありがたい、あと、それですね、来年以降ですかね、うん、のところを出させていただいております。おー、なんか良さそう。わけで、うん、ゴージャス動画のこれからを占わせていただきました、はい、せっかくなので今月から1ヶ月ごとに、うん、はい、今年中出させていただいて、で来年以降のカードも引いております。やったー。じゃあこちらから、はいはい、あら、こちら6月、あら、あら、はい、あれ、ハートが刺されてる、どういうこと、雨降ってる、うん、あ、梅雨これ、それ6月ね、6月、はい、こっち7月、はい、これ7月です。さっき出たやつ、はい、さっき出たやつ、はい、やっぱり同じ、なんか、うん、同じ空間の中で、うん、まあ、同じようなあの関わりの人たちを占うと、割と、なんかこう、このカードよく出るなっていうのが本当に必ず1枚2枚あるんですね。ほー、寄ってきちゃう、そう、寄ってきちゃう、うん、不思議ですね。すげえ。8月。これ8月です。8月。ザフール。バカ。あ、海。バカじゃないよ。ザフールバカ。愚か者。はい、じゃあこちらが9月。あら。あら、なんか突っ込んでってるよ。うん。はい。で、こちらが10月。おお。うん。で、こちらが11月です。こちら11月。あれ、逆位置。それで、これが12月のカードになります。はい、逆？はい、これも逆ですね。うん、そう、ちょっと、はい、ですね、これが、お、はい、来年、来年のカードに、あら、エンジェルみたいな、はい、で、こちらのカードはちょっと補足的に引かせていただいて、あ、星を持ってた、ね、はい、いいでしょう、これこの星ですよ、ね、ね、星いっぱい出ますね、ね、うん、はい、はい、というわけなんですけど、はい、まあ、6月から見ていくとですね、うん、まあ、6月、7月は割と、うん、ちょっとあのお休み期間なところがあるかなっていうところですね、うん、お休み期間、はい、でまあ、6月のカード今月なんですけれども、うんうん、はい、ちょっとあのスタッフの皆さん疲れているので、正解。いやね、もうね、ほんと疲れてるんですよ。正解。この新しいスタジオになって、6月1日からなって、うん、もうやることがいっぱいで疲れます。もう本当にピークですね。ね、うん、ちょっと今月は休んでほしいけど、多分休めないと思うので。休めないんです。7月の頭ぐらいに、はい、ちょっと一回休みましょう。あ、実はね、もうみんなね、ちょっと代休とか取り始めます。4月頭、はいはい、わー、当たってる、なんか当たってください。うで、そうすることによって、うん、8月から良くなっていくんですけど、これすごく面白いのが、はい、まあ、8月は愚者のカード、これすごくいいです、うん、なんかロケとか行くといいかもしれないです、ロケ、8月8月は沖縄、そろそろロケ行こうと思ってました。いや、いい感じ、いいね、はい、その通り行けばいいんだ。これはすごいよ、なぎささんも呼んじゃおうかな、そしたら沖縄、ありがとうございます。ロサンゼルスも行きましょう、ね、ロサンゼルス近いかい、ね、おー、8月近いかい、8月はすごくロケに適している月ですと、うんうんうん、で、ま
まあ、ちょっと1ヶ月飛ばして、うん、8月と9月、はい、10月、10月が運命の、これは聖地ですね、出ております。これはあの運気がどんどん上昇していく。上昇きた、さあ、10月で。はい、もうやりたいなんかお仕事というか、はい、まあ、その放送で取り扱いたいものがもうたくさん来ちゃって、やばい、しょうがない。そうだ、やばい。笑い止まんないよ。やばいな。それで12月は、まあ、全ての1年のまとめの月なんですけれども、はい、これ逆位置になってるんですが、これいい意味ですとても、これ安泰だよってあの気持ちのいい1年の締め方ができるという、うん、感じになっています。これねガチでやってもらいましたから ね、はい、気になるのはこれ9、11月はまだ触んない方ですか？はい、そうですね、はい、ここからが、はい、まあ、今まで全然あの私ご忘れしてたわけじゃなくて、はい、ちゃんと正直に言わせていただきます。はい、9月と11月にですね、はい、まあ、9月がこちらのワンドのカード、はい、たくさんなんかいろんな抱えちゃって抱えになっちゃってるカードと、ね、9月忙しいです、はいはい、で11月のカードはバランスを崩してしまうという剣のカードが出ているので、これ実はですねよく見てみると1ヶ月ごとに休養期間を入れないとうまくいかなくなっちゃうんですよ。あり得る。ちょっといいですか？ちょっといいですか？はい、9月はね東京ゲーム、そうなんですよ、どうしようって忙しすぎてやばいので、うん、なるべくその東京ゲームショーはしっかりやった方がいいんですけれども、うん、あのそれが終わったらもう何もしないぐらいの勢いで、それだけちゃんとこれちゃんとね、うん、お願いしますよ、休め休めも、うん、去年なんてね、うん、あの東京ゲームショー終わった次の日に収録入れてるんですよ、うん、えぇーやばいよ、これどうなるのかこれどうぞって言ってねおかしい、それおかしいですよね。ね、もうおかしい、4日連続でってそのままチームに行くって。もうね、そうかそうか、じゃあそれ、はい、ね、改善していただきたいと思います。はい、そうそうそう、はい、うん。で、11月もすごくあのバランスの悪い月になっていてですね。なので、この月に何かやることはあまり良くないので、例えばこの11月に何かをするときは、うん、あのその前の10月に全部型をつけてしまいたい、うん、気持ち的にはイベントとか、11月のイベント絶対ダメじゃない、11月じゃやんない、11月絶対イベントダメ、うん、やんない、うん、ですね、うん、はい、なので本当に1ヶ月ごとにすごくいい、うん、いい月があるからこそそのために休んだりとかその準備をするっていうのを1ヶ月ごとに挟むとすごく良くなります。これまたね、言ってくれる天使だもんね、天使、天使スタッフがもう上についてるもん、もうやばいかもしてる、めっちゃ上がってるもん本当に、うわ誰か言ってくんないかなと思ってたのね、休ませてってジャンヌダルクを待ってたの俺もね、いやいいことばっかりだった、嬉しいこと言ってくれる、ね、はい、そしてそういうところなので、まあ、そういうふうにすると、はい、今年はものすごくよくいくでしょうと、うわいいですね、となると、はい、で来年なんですけれども、はい、来年ですね、はい、一個だけ気をつけてほしいことがあって、はい、これはですね、あらこれワンドのカード逆打ちになってるんですけれども、なんかすごく周りからなんか意外なとこから変な重圧がかかっちゃって、でそのためにもしかしたら、はい、なんか引きずられてやばいことになるかもしれないです。あれ？で、どうしよう。なのでそれを回避するためにちょっと今年は頑張らないといけないかなと思う。逆に頑張らないと。ちょっともしかしたら、もしかしたら来年サユリンが、うん、ブレイクしちゃって、うんうん、ゴージャス動画どころではないみたいな事態になってしまうのかもしれない。あで、俺たちもえどうしたらいいなみたいな吹き混ぜられちゃって、それでちょっと失速しちゃうのかもしれない。だから売れないで。いや私はやめなければいいし、あと私が思ったのは、うん、私の解釈はですね。はい、探偵か。その時はね、あの違う。サイト、そう、ヒロシ動画が出てくる、うん、もう やってますからね、ヒロシ動画が YouTube の方にも来ちゃって、うん、姉妹番組みたいな、そうそうそう、ヒロシさんが、ね、はい、やってますね、それで、うん、視聴者の取り合いみたいになっちゃう、
いや、俺ヒロシさんとは戦っても勝てる気がする。ほらほら、まあね、やってる媒体がちょっと違いますからね。ね、そうだね。はい、うん。そこの聞きだけ今のところは気をつけて。気をつけて。まあ、ただあんまりなんかタロット占いって、うん、あの結構3ヶ月ごとに、うん、あの占い直しをした方が当たりやすいと言われているので、ここはまた来年のところは改めて占った方がいいかな。あら、それがいい。またね、またちょっと来ていただきたいですね。そうですね。で、ちょっと最後に一つどうしても言いたいことがあるんですけど、はい、このカードがあるんですけど、あれいいんじゃないですか、これ。星持ってるやつですよね。来年あのこのジャッジメント審判のカードが、うん、まあ、これはあの全ての終わりの危機があるって出てるんですけれども、うん、全ての終わり、終わりの危機がある。軽くね、今言ったけどね、うん、重いことですよ、これね、うん、だけどそれを救うのは女性の力が必要だと出ています。あら、女性の力、え、はい、エレガンスエレガンスそこですか。じゃあアシスタントが女の子4人いまして、はい、エレガンスというちょっと、ね、ユニットを組んでおりました、ね、あ、そうなんですか。僕が組ませたんですよね。いろんな反対を押し切ってこの4人が救ってくれる可能性があるかも。そうです、女性のカードで、しかも金貨のカードなんですね。あ、なるほど、はい、でも女性で欲しいってことは、うん、欲求ジャスじゃないですか。あ、そうかもしれない。星あんま関係ないから、今星関係ない話してるから。エイプリルフールでね、黙ってる。おい、これだ、これだ、待て待て待て、窒息窒息、危ない危ない、びっくりしてね、窒息するよ。わ、でもこれはそうですね、救ってくれる、はい、女性が本当に救いの神になる、うん、ジャンヌダルクになる可能性あります。ついていく、フェリーに、うん、俺、なんかこういう気持ち、神になった気分が、うん、なんか寒そうな感じだよね。そうか、うわ、ちょっと希望が持てましたな、ね、これは、うん、よかったね、ありがたい、うん、今回はね、はい、コスプレ占い師渚さんのやったスペシャルでね、お届けしましたよ。いやありがとうございました。ありがとうございます。はい、ごめんなさい、すごいいろいろ言っちゃって。いや、全然ですよ、うん、もうなんかね、すごいなって思う。スタッフも休ませろっていうのをこれ全部聞いたんでね、これね、もう絶対休むはずです。これをね、本当にすぐに上層部に伝えて、上層部にこの動画を見せますからね、うん、そう、見た方がいい、この動画、番に相手渡しますから。大丈夫してるな、ね、はい、ちょっとまた、だから3ヶ月ごとに占ってもらった方がいいしさ、ね、はい、またお越しいただいて、ね、はい、ね、よろしくお願いします。いやー、よかった、満足、ね、じゃあ、終わろっか。そうですね。ちゃんと、ちゃんとね、渚さんにもありがとうございましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。渚さんでしたね。ありがとうございました。もう、こっちみたいなのあれば、うん、あ、はい、はい、ですね、私、あの占いサイトといいますか、LINE、うん、はい、占いをやっております。LINE 占い、あの噂のこちら、はい、これ出てる、今出てる、今出てる、これ、うん、はい、まあ、あと詳しくは Twitter 見てください。こちら、こちら、Twitter、こちら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 、はい、よろしくお願いいたします。ねえ、絶対新しい、こんなに可愛いんだったらまた呼んじゃう。ねえ、出てきてほしいです。感じで、じゃあ、はい、出会いもあるかもしれない。そう、出会いもあるかもしれないし、すぐ行った方がいいよ、うん、駅前とかで。ちょ、雨降ってるけど、うん、じゃあ、うん、全然、で、ゴージャスさん、お金早く落とした方がいい。お金を早く落とす、いや、落とさないよ。落とさないようにしましょうってことだよ。はい、そんな感じで、はい、お迎えしてのゴージャス動画でした。はい、はい、本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。宝くじ7億円当たるかどうかちょっと。こらこら、え、今月ですよね。ドリームジャンボ、ドリームジャンボ、今月はちょっと無理。もう何もやってないの。出たから。タロットやってないのに。2ヶ月無理だって言ってたから。強欲すぎるんだよ。あ、うん、あ、うん、ジャンボ狙った方がいい。8月とか、ね、7月の末から8月になんか出ます。うん、でもなんか出るのかしら。出たらそっちの方がいいです。うん、マージャンボはね、7億じゃないんですよ。そこ、そう、確かに今回のドリームジャンボはびっくりしました。7億ってマジかよみたいな、買っちゃいました。僕も買っちゃった。買っちゃった、買っちゃった。7億以外だったら俺、買
換金しない。フォークとか捨てる。本当に？言ったね。本当に？言ったね。言った？嘘なんじゃん。ゲームマーケットがお送りするゲームバラエティ動画チャンネルゴージャス動画。ぜひ皆さんチャンネル登録レボリューション。いいねボタンもクリッククリック。アーカイブもチェックチェック。それ。ここチャンネル登録は8000。